はい、どうもこんにちは、なっちでございます。右下です。どうもこんにちは。ですね、タイトルコールあるじゃないですか。最初のアイドルマスターミリオンライブシアターデイズっていうとこ、あそこでね、僕響きを聞いたことがない気がするんですよ。なんで聞いてみよう。アイドルマスターミリオンライブシアターデイズ、これシホだよね。3回やるわ。あと2回やるわ。あと2回で出なかったら諦めます。アイドルマスターミリオンライブシアターデイズ、これはるかだよね。たまにこれね、黒井社長出てくるんですよ。高木淳二郎やってないのにさ、聞いたことないのに黒井社長だけいるっていうね。はい、ラストいきましょう。これ何をやってるのか分かりませんが、アイドルマスターミリオンライブシアターデイズ、これはなんだ、アミかマミか、なんか分かりにくいよね。ここのなんかキャラの特徴が消えてるよね。はい、ってことでやっていきましょう。本日は今ここにもね映っておりますが、アユムでございます。ガシャ更新やっていきましょう。アユムです。まためっちゃ押してきますね。ということで、とりあえずこれポチッと押しておいて、まあそうですよね、なんか長かった気がするけど、なんでもなかったですね。はい、ってことで、歩が追加されました。今回はとりあえず4万分ぐらいかな、入っております現在で。詳細ですね、詳細がこっちか、いつも間違えるんだよな。新カードが SSR が歩の、 SR がミヤちゃんの、 R がジュリアでございます。ケミカルがね、これこっち来たか、ついに。後ろがなんかすごいな、ユキホとカレンですかね。こんな感じでございますね。衣装いいよね。頑張りましょう。まあ限定じゃないしね、多分大丈夫、1種類だし。で、僕の今の SR チケット状況がひどいんで、今お持ちのアイテムやチケットを確認することができます。ほんとね、スキル上げするとすぐなくなっちゃうんですよね。あ、21万あるか。まあでもひどい、すごい時は300とかあったんで、これちょ増やしたいということで、まあ SR 狙いでもいいです。行きましょう。10連目。みんなのいい表情が取れました。こっち。あら。あら。早いわね。もう来ちゃったね。はい、ジュリア。早速新カード。からの、ここでミヤちゃんが来ちゃう。いや、さすがにこれが、ね、あれってことはないでしょう。歩むってことはないと思う。そんなに長くなかったんで。多分これは違う子ですね。イクちゃんかな。へえ、イクちゃん。後ろかわいいな、これな。子供扱いしないでっていうのにさ、いいのかな。服を作ってもらうのってなんだか大人っぽいね。ありがとう、プロデューサーさん。よくね、このゲームやってると、お前はロリコンなのかって言われるんですけど、このゲーム低いんだよ、年齢が全体的に。ミヤちゃん、ミヤオミヤさん、どうなってますこれ。すごいな、まあ、最初からいい引きだったんじゃないでしょうか。しかも2倍になりましたしね。このゲームシンデレラとかと比べるとだいぶ年齢層が低いんですよね、全体的な。なんでまあほとんどが中学生以下、高校生以上の方が珍しいぐらいかな。多分半分以上が中学生なんじゃないかなって思います。ミヤちゃんやばいな。多分そんなもんだよ。翼とかも中学生だし、シホとかも中学生だし、ようわかんねえんだよな。僕が中学生の頃はそんなにしっかりしてませんでしたからね。ゲームの世界ってのもあるけどさ、実際しっかりすぎだよね、みんなね。はい、またミヤちゃんです。もう SR は絶対ミヤちゃんですね。40連目ぐらいいきます。めっちゃいい表情取るんだけど、お、
お、長いぞ。今の長さはワンチャンなんかある気もする。どうでしょうね。はい、出ました、ユキホです。このカードいつも見るな。はい、先輩にシホにミナコに、一瞬これセリカのカードに見えるんだけど、うどんなんだよね。でリオネからの、からの、あー早い、早かった。でかいなシルエット。あ、そうか、その構図なのか。ヘビ、なんか短いですね。ヘビジャンプしてる姿ですかね。これ私専用の衣装なの？ハイガー、嬉しすぎて顔がにやけちゃうよ。いや、アユムはね、もうハッチポッチのね、ビートザワールド、あれがもう、あれがもうですよ、本当に。あれがもう、あそこでもうドーンと株が上がりましたね、僕の中では。まあ、そんなに好きでもなかったんだけど、まあ、あれ見たらもうねえなっちゃうよねってことで、50連ぐらいで終わりましたね。非常に平和でした。ということでですね、あ、ミリコレか、なんか増えてんな。はい、こちらもね、あ、そうだ、イベントのことを言ってなかった。イベントが危なかったんですよ。僕週末東京でイベントやってて、先週でできなくて、月曜日しかできなかったんですけど、ギャラリーか。プロデュースの成果はこちらから確認できますよ。いや、危なかったよ、ほら1728位っていうね、今までで一番危なかったね。ただハイスコアは25位です。これは良かった。最初17ぐらいだったんだけどね、ちょっと落ちちゃったね。ってことでマスターレッスン行きましょうか。そう、衣装が気になるんで。今の衣装がちなみにこれですよね。さあ、これからさらに似合う衣装が出てくるかっていうね、紫のイメージが強いですから、マスターレッスン行っちゃいましょう。間違えました。どうしようかな。マスピ貯めたいけど、まあいいよ、とりあえず3で。まあ、ヘビ映ってないやん、このカード。何に怯えてるんだ。砂浜でダンスの練習すると足腰がすごく鍛えられていいよな。よし、ワンモア。これ常夏パラダイスだからですかね。ちゃんとカードごとにセリフがあるんだよね、きっと。はい、成功。これ背景かっこいいね、音符になって。さすがに疲れたけど充実してるよ。ライブ期待しててよ、プロデューサー。意外といいかもしれんぞ。黄色いけど、なんか下がいいぞ、下が、青いやつが。この辺は後でやっておきますね。衣装ですね。これなんか着てるやつを見たいんだよな。ライブ行かないといけないっていうのかな。悪くないですね。なんかこの模様変わんのいいよね。模様っていうかさ、なんていうの、生地というかテクスチャーが変わんのいいよね。マミのこれも意外と良かったし、うん、まあハギギシリはどうかと思ったけど、悪くないと思います。はい、ってことで、なんか最近やらかさんね、アミ以来やらかさんね、平和だよね。ちなみにイベントはこの編成でやってました。で、アユムがダンスなんで、ダンスがね、全体的にまだそんな強くないんだよね、このゲームね。あんまりいないんだよね、ダンスって。確かアンナもダンスでしたけどね、ダンスだよね。まあ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 、また編成とかおいおいね、やっていこうと思います。ってことで、はい、まあこんな感じですかね。見てくれ、あ、やってますね。響きが全然来ないんだわ。SR とか R とか
なんか思いません？右の人誰だよって感じだしね、もはやね。今回短いよね。12月21日ですね。何曜日だ、12月21日は。12月21日は木曜日。来週の木曜日、またお会いしましょう。以上、ナッチでございました。バイバイ。